シャカリキちゃん。シャカシャカ担当の高田優希です。リキリキ担当の千本木さやかです。声優グランプリチャンネルで各週金曜日に配信されている高田優希千本木さやかのシャカリキちゃん、最新回の更新がない金曜日は過去の配信をお届けします。一体どんな回なんでしょうか、みんなも思い出しながら聞いてね。初めて聞く人は引かないでね。それではどうぞ。千本木さやかです。第93回目の配信です。イエーイ、どんどんバウバウ。93回目だぞ。もうなんかさ、90回入ってからが長いよ、まだ3回目しか経ってないよ。いや、ね、そう、なんでかわかる？隔週配信。隔週だから。隔週だから。いや、非常に遅いなと思ったんだよ。90回あと10回で、100回だよって話をついこの間したのに、まだ3回。そうなんだよね。もう夏も真ん中ですよ。子供たちは夏休みが始まる時期ですよ。そうだよね。そうですよ、夏満喫してんのかな、してるかな、何すんだろうね。何すんだろう夏は。何すんの。何すんの夏。何しようかな。だからそんな感じの話来てましたよね。え、来てたの。その先になんか夏休みもらえるとしたらどんな風に過ごしたいですか的な普通音が届いてたんで、そっちでね、そっちでいいよかな。夏休み何したいかね。ごめん、先走っちゃった。ごめんね。それよりここで話さなきゃいけないの、ナナシスマライブが終わってますが、今の高田優希はっていう質問ですよ。なるほど、質問じゃない話ですよ。話ですか。今の高田優希実は終わっていません。え、今の高田、あ、もうすぐね。そうそうそう、今のね。あ、そう、難しい話ね。そうね。ちょっと時空の歪みが時空の歪みが生じてありますけれども、今の、じゃあでも終わってる時の高田優希は、いや、もう多分最高にイエーイって感じだったと思います。フィフスライブですよね。あ、そうですよね、じゃあちょっと楽しみですね。いやもう受けもほらなんて言うのかなってるやん。マジ聞いた。じゃあ終わってから。いや、だってほら、だって実際これ聞いてるみんな終わってんだもん。そうだね。そうだよ。なるほど。終わってるから、ね、いいライブだったかな。なんかちょっと今度ワクワクドキドキとか言ってくれるかなと思った。あ、そういう北九州も混ぜてくるのはやめろ。その話も後でします。後でしますかね。はい、ということで、じゃあもう全部後だ。全部後。はい。なんだこのオープニング。今回もシャカシャカリキリキ頑張ります。最後までお楽しみください。キッズサイズの水着、ゆうき絶対似合うよ。はい、絶対に許さないリストに入りました。あ、もちろん普通に着るんじゃないよ。おいえー、私にはよくわからない世界。ここをこう引っ張って、ここに足を通して、最後にこれをかぶって、はい、出来上がり、変態仮面。あー、悲しい気持ちになってきた。シャカリキオリジナルドラマ第35話はシャカリキネーム、なべなべお鍋さんからいただきました。なべなべお鍋さんからですね。オリジナルドラマ初やないか。本当です ね初にしては結構攻めてきましたね。高田優希に喧嘩売ってきましたよ、この人は。うわ、喜んで買います。おっ、やったね、やったね、やったね。ボン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 。いや、雑な雑な殴り合いが始まって、なべなべお鍋さんポカンですけれども。そうですね、これ聞いてるなべなべお鍋さんポカンでございます。ポカンだよ。なんだよ、どんな水着だよ。想像できないわ。でもほら、今猫のさ、うん、あれなんか見たことある猫だな。お、知ってます。これ知ってますよ。なんか見たことある猫ですよ。お、これはですね、はい、スプラトゥーン2のバリ、はい、ユニクロさんとのコラボ T シャツです。なんだ、あ、もう会うたんびに、うん、スプラトゥーンの T シャツを着てるんですよ、この人が。いや、もうほろいだよ。前にご飯に行ったんですね、私たち。行ったね。ちょっと行った時にもうなんかスプラトゥーンと、うん、
っごい可愛い T シャツ着てて、そう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 、ね、もう最近ずっとそうなんですよ。ユニクロさんで買ったこのスプラトゥーンのコラボ T シャツをもう日替わりで、うん、着回してるってことね。T シャツをずっと着てる、まあ、T シャツ楽だよね、可愛いんだよね、着やすいし。それで言うとさ、うん、ほらそのスプラトゥーンってスイッチじゃないですか、うん、スイッチですね。そう、任天堂スイッチさん、うん、ライトが出ますね。お、出ますね。ちょ、あれ私まださ記事よく読んでないんだけどさ、うんうんうん、あれはどういうことなの、どう進化してんの。もうあれはもう携帯専用だよね、持ち運び専用、持ち運び専用に変わってるんだ、うんうん、ということで売ってるっていう。だからちょっとこの従来のスイッチよりもコンパクト、うん、あ、コンパクトになるんだ。重さも軽くなってるし、いやちょっとどう持ち運びやすいし、そういうことね。そうそうそう、買っちゃうの。いやそうなの。なんかね、任天堂スイッチライト出回せ出てた時に、うんうん、あーまあまあでも持ってるしなって思いつつ、うんうんうん、ファッてこうサイト見に行ったら、うん、まあイエローのそのいや好きそう、この、ね、色が可愛くて、まあ、でも全体的に色可愛いよね。可愛い、なんかさ薄い感じの色でさ、そうそうそう、イエローとグレーとターコイズが出てるみたいなんだけど、うんうんうん、出る予定なんだけど、うんうん、もうねこれ欲しいなってなったね。いや持ち運び便利。でもサイズ感的にはどの大きさなんだろうね。このさ写真、サイトの写真を見る限りだとさ、ちょっと大きくない？まあパッと見た感じはね、どれぐらいなんだ、ま、ビータよりもちょっと大きいぐらいなのかな。ねえ絶対さ、なこれはペットボトル500ぐらいのよりもうちょっと大きいぐらいの幅はありそうじゃない、うん、まあちょっとまあね実際ね持ってみないとね何と思って感じはあるけど、だからさこう持ち運び、でもさほらこの女の人の写真とかさこれ見てると意外とコンパクトじゃない。確かにビータのちょっと一回り大きいぐらい、何なら一緒ぐらいかな、分かんないけど。なるほどね。そういやだからいいなって、やっぱさそのもちろんテレビにつなぐことで楽しいなって思うゲームもたくさんあるけど、やっぱそのコンパクトだからこそそう、こう、あ、そうね、やりやすいのもあるじゃないですか、ね、うんうんうん、それこそ私この任天堂スイッチで今度ソフト出る牧場物語っていう再会のミネラルタウンっていうのが出るんですけど、これが出るのがすごい私楽しみで、うん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 、これはそのテレビにつないでもいいんだけど私がずっとハマってやってたのがフォーガールっていうねソフトのやつで、もうあのアドバンスだったんですよ。そんな形でできるのであれば、まあ確かにね、ライトでもいいなみたいな。そうだわ、それは確かにある。そう、むしろその方が昔と同じ形でやれるから、いいな。そっか、なんか逆にスイッチは私テレビにつないでしかやらないから。あーそっかそっか、そう大画面ね。だからね、うんうん、なんか持ち運び、うん、どうかなって感じだよね。悩むとこだよね。そう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 、これから買う人はだからそれをちょっとね、あの考えてやった方がいいかもしれないですね。テレビでつなぐ方がいいなと思うのか、ね、持ち運びがねいいのか、うん、ということでございまして、はい、ありがとうございました。ではここからそこまで気合を入れずに送っていただいた普通のお便りを、紹介します。あ、イエイ、送っていただきたいですね。あまり皆さん気合を入れずに送ってくださいね、肩の力抜いてね、うん、はい、ではシャカリキネームソラさんからいただきました。おありがとうございます。ありがとうございます。肩の力抜いてる。ワンちゃんこんにちは。おー、ソラさんこんにちは。お二人に突然のご報告ですが、私は先日七夕の日に入籍しました。肩の力入れよう。それは肩入籍だ。入籍どういうこと。マジあの言い方変な感じになるかもしれないけど、子さんなの。子さんなの。いや、もうちょっとやめて、そういう風なファンをそうやって分けんのやめてよ。子さんとか新人とかさ、そういうのやだよ。いや私ももう本当嫌いこの言い方。なんだけど、でも要は本当昔から私もソラさん昔から。うん。送ってくね、でイベントとか来てくれたりさ、うん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 、ね、してくれてたから、してくれてる方だから、まさか入籍。いや嬉しいな。おめでとう。マジおめでとう。え、なに、ちょっと続きを読むね。読んで読んで。家族や親しい人以外には報告はしないでいたのですが、シャカリキちゃんのお二人には報告しなければと思いメールをかけました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。なぜシャカリキちゃんに報告なのかと言いますと、うんうん、妻にシャカリキちゃんを聞かせてしまったからです。ありがとうございます。妻はもともとアニメを見ない人だったのですが、うんうん、私がいくつか勧めた中でニューゲームと鋼鉄城のカバネリを気に入ってくれてます、うん、わー、やったじゃん。イエイ、ハイタッチ。そして青葉ちゃんとムメイちゃんが可愛いと言ってます。やったじゃん。イエイ、ハイタッチ、ハイタッチ。それならばと思い、青葉ちゃんとムメイちゃんを演じる二人が MC の番組でよとシャカリキちゃんを勧めました。番組を聞いた後、
ものすごくギャップがあってすごいね、キャラクターと全然違う、声優さんすごいと驚いていました。その進め方、私が声優さんのファンであることへの理解をしてくれるきっかけになりました。ありがとうシャカリキちゃん。シャカリキクラシックいかがだったでしょうか。はい、フルバージョンを楽しみたい方はニコニコ動画の声優グランプリチャンネルへの会員登録よろしくお願いします。会員になると全てのアーカイブをフルバージョンで楽しむことができ、さらにアフタートークもお楽しみいただけます。声優グランプリチャンネルの会員登録者数が増えるとシャカリキちゃんの首の皮が厚くなります。シャカリキクラシックをきっかけに会員登録した方はぜひ番組までお便り送ってください。次回は最新回の配信です。クラシックと最新回両方聞いて毎週シャカリキちゃんをお楽しみください。くれぐれも声優グランプリチャンネルへの会員登録よろしくお願いします。首の皮よ熱くなる。